すぎない？皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら AMD Ryzen 3-4100 になります。こちらの CPU はちょうど1年前に発売されたもので、発売日に買ってレビューしたんですが、その時はなかなかに微妙ではあったのですが、現在なんと最安で5980円で発売されているんですよね。かなり値段下がってない？そうなんです。なのでこちらの Ryzen 3-4100 を再度見ていきたいと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ということで今回紹介するのが AMD Ryzen 3-4100 になります。こちらの CPU なんですが、実は当初 Ryzen 7-5700X が発売された時に一緒に発売する予定の CPU だったんですよね。ただなぜか日本には物がなかったらしく、 Ryzen 7-5700X、 Ryzen 5-5600、 Ryzen 5-5500 だけが発売されました。この時に4000番台として Ryzen 5-4500、 Ryzen 3-4100 が発表されていたんですが、どこにも売っていなかったんですよね。その後、急遽6月10日に発売となりました。当時は 14,200円で発売していた CPU なんですが、なんと現在5,980円まで値下がりしているんですよね。約3分の1。そうなんです。1年でここまで下がるのはすごいですよね。ではスペックを見ていきましょう。スペックはこちら。こちらは全通の CPU で、コードネームはルノワール、4コア8スレッドで、クロックは 3.8 から 4.0GHz、 TDP は 65W で、L2 キャッシュが 2MB、L3 キャッシュが 4MB となっており、この L3 キャッシュが Ryzen 3-3100 と比べてかなり少なくなっています。この L3 キャッシュって何なの？ちゃんと説明すると長くなるので、簡単に言うと、CPU とメモリの手助けをしてくれるメモリってことです。例えると、CPU が L1 に〇〇ある、って聞いて、L1 がないよと言います。続いて L2、L3 と聞いていくんですが、そんな時に L1 から L3 それぞれのカバンの容量がキャッシュの量となります。つまりカバンが大きければ、CPU が求めているものを、メインメモリに聞くまでの間に処理ができるってことですね。難しい。すごく簡単に言うと机にある引き出しの大きさって感じですかね。最初からそう言いなさい。まあということで、この Ryzen 3-4100 は Ryzen 3-3100 に比べて、L3 キャッシュの容量が小さいから、CPU とメモリの手助けできる量が少ないよ。って思ってもらえればと思います。で、今回はインテルの同じエントリー向け CPU、インテルコア i3-12100F とも比較をしていこうかと思います。スペックの比較はこちら。スペック的にはインテルコア i3-12100F の方が少し高いですが、最安価格で見ると約7600円ほど AMD Ryzen 3-4100 の方が安くなります。確かに性能がインテルコア i3-12100F の方が高そうだけど、この価格帯のもので7000円以上の差は結構大きそうね。それでは実物を見ていきましょう。シュララ。それでは開封していきましょう。箱の上のシール部分を切っていきます。そういえばこの CPU はリテールクーラーはついているの？はい、こちらの Ryzen 3-4100 と同じ日に発売した Ryzen 5-4500 にはリテールクーラーが付属しています。シールを剥がしたらあとは中身を出すだけですね。こちらが今回の CPU 本体となります。新品ってやっぱりピカピカでいいわね。まあ確かに。あとは紙と、こちらの箱がリテールクーラーとなっております。付属品は以上ですね。では続いて動かすためのセットをしていきましょう。それではマザーボードに CPU を取り付けていきます。CPU を取り付ける前にマザーボードに最初から付いているリテンションを外します。こちらを外さないとリテールクーラーが取り付けられません。そしたらマザーボードのレバーを上げて、CPU を取り付けていきます。CPU に三角のマークが付いているのでマザーボードにも合わせて取り付けていきます。取り付けたらレバーを締めて取り付けは完了になります。あとはリテールクーラーのネジを対角線に締めて取り付けは完了となります。ということで今回の検証環境はこちらになります。今回はこちらの検証機でテストをしていきます。マザーボードは ASUS TUF-X570Pro Wi-Fi2、メモリは DDR4-3216GB×2枚。M.2 はサムスン NVMe-M.21TB、GPU は MSI GT1030。電源はアンテックネオエコ 850W ゴールド、長尾製作所オープンフレームで行っていきます。ちなみに i3-12100F との検証機の違いは CPU とマザーボードだけになります。ということでこちらが BIOS 画面になります。きちんと CPU も Ryzen 3-4100 で認識されています。こちらはタスクマネージャーです。4コア8スレッドでしっかりと認識されていますね。続いて CPU-Z。こちらもスペック通りで表記されています。ちなみにアイドル時の消費電力は 30W ぐらいでした。さすがエントリー向けの構成ね。最近電気代も上がってるから消費電力は気になるところですよね。では続いてシネベンチも回してみましょう。
シネベンチ R23? ということでやってみました、シネベンチ R23。最近タコア CPU が増えてきたので、このぐらいの速度だと妙な安心感が出るのは私だけでしょうか。あんただけよ。では結果を見ていきましょう。スコアはマルチが5946ポイントと5939ポイント、シングルが1184ポイントでした。アイドル時の温度は 27.8 度、最高温度は 76.5 度と 78.3 度。最高クロックはシングルの時、4.02Hz となりました。なぜか 4.0GHz を超えてたんですがなんででしょう。シネベンチ実行時の消費電力は 85W 前後で消費してました。この結果ですが、マルチはインテルコア i7-6700K やインテルコア i3-1105F 以上のスコアが出てますね。シングルはインテルコア i7-9700 やインテルコア i3-1105 より上のスコアでした。ではコア i3-1100F の結果と比較してみましょう。インテルコア i3-1100F の結果は、マルチが8432ポイントと8142ポイント、シングルが1620ポイント。最高温度は74度と76度で、最高クロックは 4.09GHz という結果となりました。やはりインテルコア i3-1100F のスコアは高いことは高いのですが、この約3500ポイントの差に7000円の差額を出すことができるかどうか。確かに性能は高いけどその分の値段と考えると、微妙なところもありますね。シュララ。ということで今回は、現在激安の AMD Ryzen 3 4100をご紹介をしました。1年前の発売当時は値段的には微妙な CPU でしたが、この価格帯になってようやく日の目を見ることができそうな感じではありますね。性能的にはインテルコア i3-1100F の方が高いことは高いですが、5980円という価格を見るとなかなか良い CPU なんじゃないかなと思います。確かに1年前に発売された時は価格と性能が見合わなかった部分もあるしね。またこの Ryzen 3 4100なんですが、中古品価格もそんなに差がないので、今買うなら新品で買う方が保証もあるしいいかと思います。マザーボードに関しては、最近では D550 のマザーボードが1万円前後で買えるので、それと組み合わせて使ってもいいかもしれません。もちろん4コア8スレッドの CPU なので、マルチスレッドを必要とするものは厳しい部分もありますが、ちょっとした事務作業やサブ機、リビングパソコンとしては十分かなと思います。今回動画には入れてないのですが、ライトなゲームであれば、GPU 次第では遊ぶことも可能かと思います。まあガチガチにゲームをしたい人は6コア以上の CPU を買った方がいいかとは思います。ということで今回はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃん、けん、ポン。またねー。